大阪桐蔭の敗北というニュースは、2023年7月30日、日本中に轟きました。常に強さを誇示するこの名門校が大阪大会決勝で履正社に敗れたとの一報に、野球ファンは驚きました。このチームが勝利を当然として認識されるようになった背景を遡っていくと、1991年の初の大冠があります。常勝軍団として全国にもその名を轟かせる大阪桐蔭にはどのような歴史があったのか、そしてその一端にあの若き日の清原和博がどのような形で関わっていたのかについて、当時の声やエピソードを追いながらその事実に迫ります。胴上げのない甲子園優勝、夏の甲子園、1991年、大阪桐蔭が初出場を果たしました。その瞬間、キャプテン玉山正和が直前に、そんなんやりませんよと断言していた通り、胴上げの儀式は行われませんでした。それでもこの甲子園での戦いは歴史的でした。創部わずか4年の大阪桐蔭は、2年連続で決勝進出を果たしていた沖縄水産との接戦で初の甲子園優勝を勝ち取りました。序盤で最大4点のリードを許してしまいましたが、5回裏には打者10人の攻撃で6点を獲得し、最終的に13対8で勝利。この21得点の合計は当時の決勝戦での最多得点となりました。そして甲子園初出場での初優勝は1976年の近江凛以来の15年ぶりの偉業でした。試合後の状況も話題となりました。通常胴上げの儀式が行われるはずが、大阪桐蔭の選手たちはそれをせず、選手一同は喜びを共有しました。玉山キャプテンは以前の発言通り胴上げを行わなかったのです。筆者も多くの公式戦で彼らのプレーを追ってきましたが、その日の彼らは特別に感じました。紺色のユニフォームに銀の糸で桐蔭と刺繍された4文字がまるで新たな光を放っているように感じられました。大阪桐蔭が紡いできた人間ドラマ、大阪桐蔭高校、多くの野球ファンにとっても特別な存在の学校の一つです。1988年、大阪府大東市でその歴史が始まったことをご存知でしょうか。実は初めての1期生のエースとして名を馳せたのはサウスポーの今中慎二さんでした。生駒の峰の松風がと校歌にも歌われている通り、この学校は生駒山の麓に位置しています。その起源はかつて存在した大阪産業大学高校大東校舎。新しい学校名の由来となったのは大東校舎の校章に描かれた霧の計らだったのです。あの今中慎二が大阪桐蔭のエースだったんですと関係者は話す。だがあの夏、なんと大阪大会初戦で新学校茨城に敗れていました。今中は15個もの三振を奪う活躍を見せましたが、結末は延長12回、悔しいさよならトンネルとなってしまったのです。そんなエピソードの後、90年の冬の生駒グラウンド、長澤和夫監督の言葉が耳に飛び込んできました。似合わんな、野球は着こなしやでと選手たちを笑わせる長澤監督は、かつて関西大学時代には4番打者として名を馳せ、後に社会人野球でも強打者として名を挙げていました。そしてその取材で印象的だったのが、長澤監督が推薦してくれたキーマン柴誠さん。歴史の新しい学校を強くしたいと意気込みを持って大阪桐蔭に入学したものの、心臓の疾患が判明。それでも彼はアイシング用の氷を一輪車に積み、寮からグラウンドまでの山道を毎日黙々と運び続けました。そして大阪桐蔭のモットー、一球同心、これは長澤監督の母校関大野球部から受け継がれたもの。一つのボールにみんなが気持ちを一つにすると長澤監督は柔らかな笑みを浮かべて語っていました。大阪桐蔭の成長の陰には裏方に徹する人間、それをしっかりと見守る監督など、さまざまな人間ドラマがあったのです。時効とされた驚愕の弾丸ライナー、甲子園のグラウンドに響く観客の歓声、91年の選抜で初の甲子園を踏みしめた仙台育英戦では聴衆の目が4番
萩原誠に釘付けになっていました。フォアボールで歩いた彼の第一打席、そして3回目の打席で繰り出されたセンター右寄りへの低い弾道、記者席から見てあのセンターライナーがフェンス直撃と見えた瞬間、白球はバックスクリーン右に消えていきました。その驚愕のシーンを目の当たりにした筆者は反射的に取材を始めます。なぜならその若きスラッガー萩原の情報が不足していたからです。彼の話題を取り上げるためにアルプス席に駆け込みましたが、語られるエピソードは真面目でいいやつという一言のみ。驚きのホームランを放った彼の背後にどんなストーリーがあるのか探るべく、筆者は両親や先生、同級生へと質問を続けました。しかし時間は容赦なく過ぎ、試合はもう7回。その時萩原の少年時代を知る中野和明監督に出会いました。もう時効だから明かしますと彼は言います。彼が小学5年の頃、バッティングはすでに際立っていた。6年生の大会で他の子の名前で登録し起用したところ、彼は代打サヨナラホームランを放ちました。そのホームランは今日のような弾丸ライナーで80メートルものフェンスを越えました。この監督の証言に筆者は深く頭を下げました。そして試合終盤、ざわつくスタンドの中で和田がノーヒットノーランの回答を続けていることを知ったのです。和田と萩原の取材を続けていくうちに分かったこと、二人の性格は対照的で、和田は人懐っこく、萩原は大物の雰囲気を持つ青年でした。清原和博からの意外なアドバイス、そして甲子園初戦、驚愕の10対0という圧勝。しかしその裏には驚きのエピソードが隠されていました。甲子園で初めての打席はめちゃくちゃ緊張するから、バットが届くと思ったら多少ボール球でも初球からバットを振れ、でないと雰囲気に飲み込まれてしまう。この言葉を口にしたのは球界のスーパースター、元西武の清原和博のものでした。彼はなぜこのようなアドバイスを大阪桐蔭に送ったのでしょうか。その背景には野球部長の森岡正明さんが PL 学園の OB だったことがあります。そう、清原の母校です。多くのファンが注目する甲子園、そこに立つことは多くの高校球児の夢。しかしその夢の舞台に立つと逆に緊張してしまう選手も少なくありません。実際清原自身も甲子園での緊張を経験していたのです。清原さんでも緊張したんやと選手たちは安堵した表情を見せました。彼のアドバイスのおかげで選手たちは自分のプレーを最大限に引き出すことができました。清原さんの高校時代の甲子園での通算13本塁打は未だに不滅の記録として語られています。そんな甲子園の申し子と称された彼が緊張してバットが振れなくなることもあったなんて誰が想像できるでしょうか。選抜ではそのアドバイスを胸に大阪桐蔭の選手たちは果敢にバットを振り続け、ベスト8という結果を残しました。甲子園の舞台裏には数々の感動と驚きのエピソードが潜んでいます。大阪桐蔭は甲子園初戦で圧勝の10対0を記録しましたが、その裏には球界のスーパースター清原和博からの特別なアドバイスが関わっていたのです。清原さんの言葉、バットが届くと思ったら初球からバットを振れ、この金言は甲子園の緊張を乗り越える大きな力となりました。なぜ清原さんが大阪桐蔭にアドバイスを送ったのか。それは野球部長の森岡正明さんが清原さんの母校 PL 学園の OB であることが関係しています。清原さんの高校時代の甲子園での通算13本塁打は伝説ですが、彼自身も緊張した経験があるとは意外な事実です。そのアドバイスのおかげで大阪桐蔭の選手たちはベスト8まで駆け上がりました。エピソードと実力、どちらも持つ大阪桐蔭の復活を楽しみにしたいものです。